マリンフォードに襲来した白ひげ海賊団にインペルダウンを出したルフィたちも加わり、海軍オーカ支部会との全面戦争が続いていた。白ひげと共にエース奪還を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、イワン国の応急処置によって持ち直し、決死の覚悟で進み続ける。一方、処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。自分のために命がけで戦う親父、弟、そして多くの仲間たち。エースの目から自然と涙がこぼれ落ち、しかし処刑の時は刻一刻と迫っていた。エースー、必ず助けるぞ。待ってろよエース。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。死波は越えられんか、白ひげ。全員で白ひげの首を取れ。海軍がおっさんに向かってる。いいか、バナーさんは前だけ見てます。直近弾への一番バカ足に任せて。もう諦めんかい白ひげ。誰に物言ってやがる。おりゃ白ひげだ。社長命令、一旦海軍を敵とする。組むのか？俺は誰とも組みはしねえよ。エースさん、待ってよ。わかった。加減にしねえか。俺をこれ以上怒らせるな。インドレー、なんとしても白ひげをなぎ倒すんじゃ。
前らの思い通りにさせてたまるかよ。くたばる義理もね、聞かせてもらうぜ。双子エース、周囲の敵を一掃するのよ。女出している奴を倒さないと、あいつらは止まんないわよ、女。
ここを通りたきゃわしを苦しみガキども。じいちゃん、この者の巨人からけ王義ブレイカノン。三丁目にくかルフィ、わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国を私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。落ちるぞ。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー、戦えるか、ルフィ。もちろんだ。言い抜くな、ルフィ。麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバターシュに任せて早く行きな。奴らを逃がしてはならんぞ。やつらの逃げ道を塞いでおかねえとね。あとは好きにやるといい。貴様らの死体は俺がいただくぜ。巨人からけ王義放ったれが一気。エースが解放されりゃあとは海軍を食い止めるだけだ。エースは
失態だ。奴らを逃がすな。簡単には逃がさねえよ。あいつを倒さないと逃げられねえな。エースさん、わしは援護する。ゴゴゴゴ巨人空手奥義放ったれが終わりだよい、フェニックス。ガノン了解か。俺の能力で溶かしてやる。海軍に邪魔はさせねえよい。ここまで来るとはな。どけよ。いや、セカンド。ゴゴモノ。巨人空手奥義。放ったれが終わりだよい。大宴会決定。まあいい。どの道逃げられねえよ。
白ひげは敗北者として死ぬ。御宮間の大将にはあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。 ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが、 貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルイ。え、まだ息はありそうじゃん。 次こそお前じゃ麦わら。赤犬さん危ない。
俺は生まれてきたのはよかったのか欲しかったのはその答えだった。もう覚えもてねえルフィ。俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父みんなそしてルフィ。 今日までこんなどうしようもねえ俺を鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。 後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いはシャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはジンベエ、ロー、ハンコック らによって助けられアマゾンリリーに匿われる。ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったがエースを救えなかったことで 心に大きな傷を負い自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け。 一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前様は見ちゃおれん。俺の体だ。勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの。彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。
前黙れ、次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うわあ！もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕くっても足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうが、ルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ、行かなきゃ。すぐ開いて、あいつらに開いてよ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。ペリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ、みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺、仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。はあ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島へ。